YouTube 日本語学校。単語。リピートしてください。リピートしてください。選手、選手。日常会話、日常会話。小学生以下、小学生以下。有料、有料。エンゼルスの大谷選手は素晴らしいですね。今日の試合は日本時間午前2時からですから、見ることができませんね。私は午前2時からでも見ますよ。リピートしてください。リピートしてください。午前2時からでも試合を見ます。午前2時からでも試合を見ます。な、形容詞、名詞、プラス、でも。な、形容詞、嫌い、嫌い、嫌いでも。嫌いでも。名詞、雨、雨、雨でも、雨でも。練習しましょう。練習しましょう。嫌いな料理だったら食べませんか？いいえ、嫌いな料理でも食べます。いいえ、嫌いな料理でも食べます。明日、雨だったら動物園に行きませんか？いいえ、明日雨でも動物園へ行きます。いいえ、明日雨でも動物園へ行きます。小学生以下だったら無料ですか？いいえ、小学生以下でも有料です。いいえ、小学生以下でも有料です。平日だったら予約できますか？すみません。平日でも予約がいっぱいです。すみません。平日でも予約がいっぱいです。日本料理は天ぷらだったら
食べることができますか？いいえ、天ぷらでも食べることができません。いいえ、天ぷらでも食べることができません。日常会話だったら日本語を話すことができますか？いいえ、日常会話でも話すことができません。いいえ、日常会話でも話すことができません。週末だったら時間がありますか？いいえ、週末でも忙しいです。いいえ、週末でも忙しいです。B さんは暇だったら何をしますか？暇でも何もしません。暇でも何もしません。文が作れましたか？文が作れましたか？この授業はここまでです。では、次の授業で会いましょう。繰り返し何度も練習してくださいね。皆さんは雨でも出かけますか？チャンネル登録お願いします。いいねボタンもよろしくお願いします。